俳優の吉高由里子が千年の時を超えるベストセラー、源氏物語を生み出した主人公、紫式部、真広を演じる NHK の大河ドラマ、光る君へ、日曜午後8時。2日放送の第22回では、道長、江本佑が、貞子、高畑充希からある大変なことを頼まれるなど、頭を悩ますことが多い展開が書かれた。 SNS で大変な道長に同情や励ましの声が目立った。写真、確かに目が据わってる、いろいろお菓子 W、吉高百合子ファーストサマーウイカの2ショット、以下、ドラマの内容に関する記述があります。道長は貞子から、邸のお子を見ごもっておりますと明かされると、お腹の子についてあなたの力で守ってくださいと頼まれた。これを知った一条天皇、潮の明久が、 中宮を代理に呼び戻す、と言い出し、道長は、朝廷の安定を第一にお考えくださいませと制止した。この出来事の前には越前で通じの三国若丸安井淳平が殺される事件が発生。このままでは捕らえられた僧人の種、甲賀が犯人として裁かれることになるが、もし間違って捕らえられたのなら国の信用に関わる一大事。 この問題を知らせる真宙が書いた文が届いていた。SNS では多忙な道長に難題だらけ、忙しすぎ、立場辛い、きくを耐えない、左大臣の仕事を過ぎ、また悩みの種、激ヤバ案件ばかり、かわいそう、頑張れ道長、といった同情と励ましの声で溢れていた。